皆さんどうも、おかみです。今日はカラスガレーソテークリームソースを作ります。材料はこちらです。玉ねぎをみじん切りします。はい、こんな感じですね。はい、そしたらフライパンに玉ねぎのみじん切りを入れます。そしてバター、フライパンに火をつけて玉ねぎが飴色になるまで炒めていきます。玉ねぎを炒めてる間に、カレーに塩コショウと小麦粉をはたいていきます。はい、こんな感じですね。玉ねぎが飴色になりました。そしたらここに白ワイン、生クリーム、コンソメ、パセリ、はい、じゃあこんな感じでソースの方はこれで完成です。じゃあカレーを焼いていきます。フライパンにオリーブオイル、フライパンが温まったらカレーを焼きます。蓋をして蒸し焼きします。ひっくり返してみます。お、いい感じ。では裏面も蒸し焼きしていきます。はい、こんな感じでこんがりしたので盛り付けます。いただきます。おいしい。思ってたよりもあっさりしてます。今回は生クリームを50ミリ使ったんですけど、50ミリだけ用意すると多分余っちゃうと思うんで、200ミリとかで売ってるのが多いんで、牛乳で代用するのでもいいかなと思います。はい、という感じで今回はカラスガレーのソテークリームソースを作ってみました。このソースは海鮮全般に合うと思うので、エビとかイカとか他のお魚だったり何でも合うと思うので、ぜひ作ってみてください。それじゃあまたね。バイバーイ。